はい、おはようございます。7月21日ね、7月22日のね、マーケット、米国市場のマーケットを振り返っていこうと思います。今日はね、調整終了、米国株大幅反発、このまま上がるかというね、内容でお届けしたいと思います。今日はですね、結構先週から続く調整局面が、一旦ね、底を打ったっていう形ね、今日算出するとまだ 1.5% ぐらいかな、大きく反発しました。でね、これが本当のこのまま上がっていく反発なのか、それともね、今後下がっていくのかとかね、そんな話をしていこうかなというふうに思ってます。あとすいませんね、ちょっと昨日動画更新できなかったんですけど、すいませんね、昨日もみたいなちょっとね、大変な日に、相場が大変な日に動画更新できなかったの申し訳ないんですけども、ちょっとね、近くの人にね、ちょっと流行り病がありまして、それでちょっとね、もう朝からドッタポッタしてましてね、ちょっと昨日はね、休ませていただきました。申し訳ございません。というわけでね、今日からね、再び元気にやっていこうかなと思いますんでね、よろしくお願いします。初めての方ね、自己紹介ですけど、もともとエンジニアしてまして、その後ね、アメリカのゲーム会社でデータアナリストとしてね、今、米国の投資事業して、ついて、ヤスラブズテックとってますので、こちらも合わせてよろしくお願いします。そうですね。今日ちょっと私も、ふわっとしたことしか言えないんですけども、私の動画をね、参考にして、私は今日のスタンスはニュートラルです。下がるか上がるかようわからんっていう、ニュートラルな感じです。他のチャンネルのね、ここから爆上げするとかね、爆下げするとかどっちかわかんないですけどもね、そういった番組、そういったね、チャンネルやブログとかもね、参考していただいてね、自身のね、判断の参考になれば幸いです。で、今日のニュースなんですけども、今日すごいですね。ダウプラス 1.6、S&P プラス 1.5、ナスダックプラス 1.5、ラッセルプラス 2.99。で、ラッセルが 19.73 とね。非常にいい形にはなってますよね。ビックスが昨日23ぐらいまで上がって、昨日って一昨日23ぐらいまで上がって、で、昨日の相場で22とか3とかで、おとといが21で、昨日が22、3ぐらいまで上がって、で、そしてそこをピークに19まで下がってきたっていう感じで、で、それとともに、ね、指数が上がるっていうので、こういった形はね、非常にね、非常にいい形だと思います。株価を上げる形になる。ビックスが一回ピークを打ってね、下がっているときに株価上がるっていうのはね、今後、基本的に上がっていくトレンドが多いんじゃないかなとは思ってます。金利 1.2% ですね。金利がね、一時期 1.1% 台戻してたんですけども、ようやく債券の方も、投げ売りが終わって、ようやく買いが入ったっていう風な、感じになっています。で、これがちょっと注目の VIX ですよね。で、私結構 VIX は結構見てまして、これが、ノーベンバー、3月と、2月と、ごめんなさい。2月、3月、で、これが、5月かってビックスなんですけども、ビックスって最初キュイーンって上がるんですよね。この、緑色の陽線。ピューって出て、その後、赤の陰線が続いて、それと同時に株価が上がっていくみたいな、そういうのが多いですね。で、なんで、おととい、その金曜日くらいから、ちょっとビックス、そうですね。金曜日くらいからビックスが上がり始めたんですね。18みたいな。で、月曜日に、結構最高潮25になって一旦下がってきて、で、今日とかも24とかまで行ったんですけど、最後こう下がる結果になりました。で、陽線の次に陰線、陽線の次に陰線、陽線の次に陰線。陰線が出ると、そこから先ね、ビックスが下がってきて株価が上がるという傾向は多いです。傾向はね。傾向は多いけど、ただ一個だけ騙しがあって、この3月の時は、ビックスが上がって下がってきて、買いを入れたら再度上がるっていう、騙しもね、あるにはあるので、ただ、この時は、3月の時の主要因は、景気回復と政策金利引き上げからの、グロースとかテック中心に売りとかだったので、結構、地震としては大きかったんですよね。でも今回は、一応今見てる限りは、デルタ株次第ですよね。デルタ株がもっともっとこう、景気回復を脅かすぐらいになったら、もうちょっとこれね、2段、3段来るかなとは思うんでね、ちょっと注意が必要かなと思うんですけども、一応今のところはね、確率的には、これで調整が終わった可能性があるんじゃないかなというふうに、見ています。で、私先週ビックスが下がったら、いいんじゃないですかっていう話をしたと思うんですけども、いいか、ちょっとその次の、あれ見てみますね。これ1週間これ外し忘れちゃう。しまった。今日ヒートマップつけ忘れちゃったな。すいません。今日更新し忘れました。ヒートパック今日なしでいきます。ダウはプラス 1.53 で、今のところ50日平均線より下にいます。
下にいるっていうのは嫌ですね。うん。なんで、まあ、でもね、ダウも上がんないんじゃないかなと思いますけどもね、なかなかこの5月ぐらいの高値をずっと超えられない状況がいて、で、5月の50日線平均線下下下っているんで、そんな超えない。で、まあ、ただ今、シクリカル系の決算は結構予想を超えていいので、まあ、ちょっと超えるか、ちょっと高値取るかなぐらいだと思います。ちょっと高値、言ってもね。うん。だけど、そんな美味しい感じにはならないと思います。999はちょっとまだね、まだちょっとそのしこりが残ってますよねと思います。この辺を見る限りはね。もうちょっと下がってほしいなっていうところとか、あとはもしくは、このまま横横してね、200日平均線が追いついてくればね、しこりがなくなるんでね、とかは思ってます。まあ来週からガファンも決算なんでね、そこでももう一波乱あるかもしれないですね。ちょっとね、もうちょっとしこりが取れるといいなとは思います。はい。まあなんでね、案外まあ結構ね、この高さのまま、この200日平均線ついていくようにこう、ゆっくりゆっくり上がってって、まあ8月中末ぐらいとかにね、高値を超えるみたいなのがあると、まあ割とその、なんですかね、スムーズだなとか思います。で、VOO は綺麗ですね。50日平均線で綺麗に反発したので、これはまあ結構教科書通りの反発に見えるんじゃないかなというふうには思ってますんで、まあこことかを見るとね、まあ、S&P なんて代表的なあれですしね、こことかを見ると、まあ一旦ここで、まあ、終わりと見る見方が、まああとはあり得るかなと思います。なんでね、VIX とか VOO とかを見る限りは、まあなんかちゃんと反発してるよねっていう感じがします。で、出来高はそんな高く、まあ、ぼちぼちあるかなって感じが、そんな高くはないですね。999はもうちょっとなんかあれですねって感じですね。ダウはまあ、50日平均線下にいるし、そんなに、まあ、反発するという感じはしないですね。というふうに見ています。そして ARKK、ARKW なんですけども、プラス2.2%で ARKK がプラス2.97で、昨日もグロース確かプラスで引けましたよねっていうところで、グロースだけやっぱね、今全体のトレンドよりかは比較的強く反応しているふうに見えます。で、今50日平均線を超えたところなので、これがやっぱまあ、ごめん、200日平均線を超えたところなので、まあやっぱこれが、50日平均線を超えたところなので、まあここからどうなるかっていうところはね、グロースの見どころだと思います。まあこのポン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 上がるってことはないと思うんですけども、まあここをね、レジスタンスとして、まあ徐々にゆっくり上がって、まあ決算控えてるんでね、それを、織り込んでね、上がってくれればいいなとは思いますけどもね。MACD なんかも、一番その、グロースが早く下がり始めたので、一番その、なんていうんですか、下げが早く始まったんですけども、もうその、このまんまね、明日株が、まあ、横横だったりとか、ちょっと上がるとかであれば、この MACD もね、もう、もうちょっと、なんですか、逆黒に近づく形にはなるのでね。その辺とかは、まあ、いいあれになるのかなと思うね。ほんと、ちょっと明日次第かなという感じもしますね。ただやっぱ、昨日、今日とかを見ると、まあ、グロースの方が反応してるんじゃないかなって見てます。WCLD はすごいですね。もうこの水準まで戻ってきましたっていうところですね。ここもよく見ると、まあ、MACD まだまだ下げトレンドですけども、ここの開きはもう収まった感じなので、まあ、ちょっとね、このままね、この水準あたりでね、うまく反発というか、下げ止まりしてくれるといいなと思いますね。で、今日コモディティは下がりましたね。ちょっとガクって落ちた感じになります。なんで、まあ、デルタ株をね、懸念してね、ちょっとこの辺の、まあ、コモディティっていうところも上がりにくくなってる。オイルも、まあ、その、デルタ株、景気回復を懸念して、まあ、大きく下がってる。あとあれか、オペックの石油、あれですよね、合意したんですよね、そういえばね。昨日あんまちょっとニュース追ってないですけども。なんで、その辺もあってね、今、コモディティを落ちてます。はい。で、今日はね、特に大きなニュースはなしです。で、まあ、ここね、これが古い？ん？あ、すみません。これが古い。ごめん。上古いんですけども、下2つですね。下2つですね。ごめんなさい。上はちょっと古い。残したままです。下は、まあ、結局今日はまだこのアナリストのね、意見によると、今日はただバイザディップしただけだと。要は昨日下がりすぎたから、ちょっとその、下がったところで、まあ、バイザディップの筋が入っただけで、まだこれがね、本格的な回復かどうかわかりませんよっていうね、アナリストの意見もあります。まあ、ショートカバーだったりとか、バイザディップとか、まあ、そういった感じの買いでしたっていうことで、まだ本気買いではないんじゃないかっていう感じの、まあ、記事が出てます。はい。
で、あと、ここは書いてあるんですけども、まあ、今日あとね、株価が、上がったのは、国債にしっかり買いが、ね、入って反発したことも、今日の、なんですか、その株価回復につながった。債券がちゃんと入ったってことは、デルタ株に対してね、ちょっとね、警戒感が、まあ、ここでようやく薄れたってわけじゃないですけど、この水準でようやく薄れたっていうことで、債券に買いが入って、それが引き金となって、株価が買ったんだよとかね、まあ、そんな、まあ、そういう適度な説明が入ってます。で、ジム・クリーマーは何て言ってるかっていうと、まあ、今回の月曜日のね、昨日のね、セルオフ、まあ、激しい売りで、まあ、投機筋がね、ここでどん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 、まあ、いなくなってると。まあね、ショートカバーなり、なんだろう、大きく損失を出すと何でもいいけどね、とにかく、ポジションを縮小させてるんだと。で、この辺のね、投機筋が、まあ、いなくなれば、いなくなって、またこれらの下がってる銘柄がね、再び上がり始めれば、そこがね、ボトムなんじゃないかっていうね、ジム・クレーマーは言ってるけど、まだまだね、ちょっとその投機筋というか、まあ、まだちょっとこの荒い状況っていうのは続くから、まだ2、3日注意してねっていう意見はね、まあ、ちらほらね、見えますよね。有名どころで言うと、ミネルビニさんっていうね、有名な投資家の方がいて、その方のツイッターだとまだまだ注意が必要とは言ってましたね。うん。なんで、まだこれが反発する、一気に上がるって言ってる人は、まあ、少ないですよね。うん。ただ、グロス株に関して言うと、プルさんっていうね、ツイッターで有名な方は、まあ、グロス株はアップトレンドに入ったとかは言ってますよね。これは私の意見じゃなくて、参考までにね、そういったことを紹介させていただきます。あと、大きなニュースは、ビットコインがね、3万ドルを割ってしまいましたね。うん。で、ビットコインなんですけども、2018年の崩壊の時は、このね、なんだろう、一回下がって、ちょっとふわって上がって、また下がってって、この辺からね、また6、8ヶ月ぐらいかかってるんですよね。なんで、ここで下がって、上がって、また下がって、ここからね、まだね、6、8ヶ月ぐらいね、しこり抜けるまでね、時間があるような気がしてるんで、まあ、ビットコインね、もし買われる方ね、まあ、私も一応仮想通貨はね、それなりに持ってるんで、見てはいるんですけども、まあ、入るとしても年末年始じゃないかなと、私は今ね、すごいのんびりして見てます。仮想通貨今徐々にみんな興味がすごくなくなって、買い支えもないので、もう一気にポーンと上がるってことはほぼないと思います。なので、あとはね、もう本当売り枯れを待つ。もう売り枯れを待って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 待つという感じになりますよね。今、とにかくダラダラダラって下げてるので、今全然買うに値する感じじゃないなと思うんですけども、最後ね、年末年始ぐらいでね、売り枯れが来たら、ようやくそこで入ってもいいのかなと思ってます。まあ、2万ドルぐらいまで下がる可能性あるんじゃないかなと私は思って見てます。はい。ただ、なんで私年末年始ぐらいではね、仮想通貨はね、ちょっと真剣に考え始めて、仮想通貨だったりとか、あとコインベースですよね。株式で言うなら。この辺とかね、ちょっと実は考え始めてます。はい。仮想通貨となんかあったっけ？あ、そうそう。あとね、年末にかけてね、結構ちょっと私の記憶が正しければなんですけども、スクエアとか確か仮想通貨でなんか物が売買、ペーパーだったっけな？まあ物が売買できる云々とか、まあそうやっていろんな機能っていうのはね、今年の秋とか冬にね、結構出始めてくると思うんですよね。そうなってくると仮想通貨の実需がまた、カムバックしてくるので、まあ今はとりあえずほっといて、その実需のカムバックのニュースとか見始めたらね、仮想通貨はいいんじゃないかなというふうには思って見ています。はい。うん、まあでも個人的にはね、あんまし触らん方がいいんじゃないかなと思ってます。あとね、Amazon の CEO ね、ジェフ・ベゾスさんがね、今日はね、ブルーオリジンっていうね、また、バージン・ギャランティックとは違うね、宇宙船に乗ってね、宇宙に出かけましたということでね、まあ、長年の夢だったみたいでね、まあ、おめでとうございますという感じですね。はい。で、今日ね、ちょっと決算見ていきます。まず、ネットフリックスですけども、まあ、ちょっと決算良くないですね。うん。時間外は今のところ、プラス0.08で、あれ、意外と決算反応してないなと思ったんですけども、EPS は19セントのミス。この時期で EPS ミスの良くないなと思いますけどね。売上が7.34ビリオンで、20ミリオンのオーバーなんで、全然予想もそんな超えてない。予想通りだなって感じ。うん。ただし、良くないのは、有料顧客がね、216ミリオン。212ミリオン。だから、ごめんなさい。2億1000万人いるのが、予想より下回ったと。予想2億1400万。2億1200万に対して2億1、2億1400万に対して2億1200万なので、ちょっと200万人足らなかったですね。っていうところがすごくネガティブですよね。
なんで、トータルのカスタマーも、なので、純増は590万予想に対して350万しかされなかったんで、結構ネットフリックスね、最近この、有料会員のね、なんつうのかな、あれが悪いですよね。有料会員の獲得が悪いですよね。うん、なんで、結構俺株価下げるんじゃないかなと思って見てたんですよね。これ、なんか良くない決算だなって。ネットフリックスはこの有料会員の増減がね、株価に一番影響を与えるので、EPS とか売り上げよりも。結構これは悪い決算出たなと思って見てたんですけども、なんかなかなか下がらなかったですね。そういうふうに思って見てます。で、それをね、なんでかって見ると、まあ確かにこれを見ると、まあ下がらんかもなっていうふうには思えてきました。もう PR ね、もう激低なんですよね。ただ、その別に成長してないかって言われると、別に EPS はちゃんと伸びてるので、ちゃんとその収益構造としては改善はしてきてるので、ああ、なるほどな。これがあれば確かに下がりにくい構造にはなってるかもなというふうには思いました。うん。まあだからといってね、ネットフリックス買いかどうかというと、また全然話は違うんですけども、まあ少なくとも PR とか EPS で見ると、まあ確かにね、下がりにくい構造にはなってるんだなというふうには思いました。ネットフリックスね、過去3、4回ぐらい決算見る限りは相当苦戦していますよね。ネットフリックスが成長してきたっていうのは、その動画のサブスクモデルっていうのが黎明期だった頃にね、やっぱ顧客がーって獲得できたことが多いんで、その後オリジナルコンテンツっていうね、作戦が当たったっていうのもあるんですけども、最近ね、Hulu、ディズニー、Amazon プライム、そして YouTube とかも含めね、競争激化してきたので、ここ。ちょっとね、そこでね、ネットフリックス苦しんでますよね。この競争が激化して、各そういったプレイヤーが札束で殴り合ってる時に、でね、ネットフリックス単体でどうやってバリュー出していくかっていうと、なかなかそこでね、競争に苦しんでるっていうのが伺えるのでね、ネットフリックス投資される際は、その辺のね、競合あたりがね、なんでネットフリックスが勝てるのかっていうところはちゃんと見た方がいいです。ゲームをやるとか云々とか言ってますけども、ネットフリックスが片手までね、ゲームに参入できるほどゲームって甘くはないので、うん。ちょっとね、まあその辺、まあ私はそこ、まああんまし、その、ネットフリックスそこまで超詳しいわけじゃないんでね、コメントコンプライアンスしておきますけど、投資されるのであれば、その競合状態っていうのはちゃんと見た方がいいと思います。ユナイテッドエアライン、これもね、面白い決算ですね。EPS がマイナス3.91で予想5000と超え。ギャップがね、マイナス1.34で予想1.22超えっていうことで、まあ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 、いい決算だったんじゃないかなと思います。で、売上が、なんと5.47ビリオン。140ミリオンオーバーでプラス269%。すごいですね。これぞコロナ回復っていう、YOY プラス269っていうね。うん。はい。という感じです。時間外はマイナス0.45っていうことなんで、まあ、これも結構残酷な決算ですよね。結構この、3月ぐらいからの株価まで戻ってくるっていうね。うん。こんだけ回復しても株価は戻らないんだなっていうところはね。まあ、ちょっと残酷ですよね。うん。っていうふうに思って見てました。ただね、まあ、回復決算という視点では、まあ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 、いい決算出してると思います。2023年までね、顧客が戻り続けると言ってるんで、回復の決算としてはね、かなりいい決算ですけど、やっぱデルタ株とかがね、流行ってくると飛行機どうしても真っ先に影響を受けるからね、ちょっとね、まあ難しいんですかね。ちなみに、ユナイテッドエアラインってこんな感じのエアラインです。私が一番最もよくアメリカで使ってるエアラインでね、マイルも相当高まってるんですけどもね、今年デザインがね、右から左のね、ちょっと明るい感じになりました。今までちょっとここね、何色なんですかね。この変なオレンジっぽい色に、ここ、まあ、線が一本ピーって入ったんですけど、ちょっとね、爽やかな白い基調の地球になって、線がここ流線型になってね、久しぶりに飛行機乗ってちょっとおおと思いました。おお、かっこいいと思いました。はい。という話です。そしてチポトル。まあ、これは注目の決算ですね、チポトルは。チポトル良かったですね。EPS 7.46で、97セントオーバー。で、ギャップが6.60セントで23点オーバーなんで、相当いい決算です。EPS がね、1ドル近くもオーバーしてるんで、めちゃくちゃいい決算だと思います。で、売上もね、プラス31%で、コンセンサスプラス29に対して、売上、そうですね。プラス29.8に対して31.2%なんでね、売上を超えてます。あとね、ここはちょっと今後重要です。レストランマージンっていうことで、要はレストランの営業利益なんですけど、高いですね。あ、売り上げ粗利なんですけども、高いですね。24.5%っていうことで、予想が23.7%に対して、粗利が高かったと出てます。これは非常にいいことですね。結局、インフレとか人件費で、この粗利やばいんじゃないのって言われたところが、チポトルは予想を超えてきました。うん。これは一つね、注目すべきね、ニュースだと思う。今日のね、この動画で一番重要かもしれないですね。人件費、インフレにもかかわらず、チポトルの粗利は高かったっていうことはね、非常に重要かと思います。
で、引き続き Q3 もダブルディジットで2桁成長していきますよというふうには言ってます。で、あと、そのチポトルで重要なのは、チポトルってすごい昔にニュースあったし、この間の千尋さんのインタビューでもないじゃないですけども、今、レストラン業界って、去年、昨年までオンラインで売り上げがバーッと伸びて、今年はリアル店舗で売り上げがバーッと伸びたんですけども、オンラインの売り上げって100%から90%ぐらいに落ちてないらしくて、それでレストランがリカバリーしてきたので、なんかそのオンラインの去年のその恩恵部分がそのまま売り上げにアドオンされてるらしいですね、構造としては。なので、なんか今後もレストランっていうのはね、決算っていうのはね、注意深く見た方がいいんじゃないかなというふうに思います。高値付近にいるっていうのはびっくりですね。ほぼ新高値に近い状態で、時間外でプラス4.55ってことなんで、チポトルはもう本当にこの、時給の高さ、粗利の高さを吹き飛ばして、EPSE の出したし、成長も強くしてるし、これはレストラン業界にとってはね、いい決算だったんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、投資される際はね、ちょっとその、僕はまあ、ちょっとレストラン詳しくないんでやらないですけど、これ見て、レストランを見ていくといいんじゃないですかね。レストランの他の競合とかを見ていくといいと思います。ちなみに、チポトルってこういう感じです。このね、ペッパーのマークにチポトルって書いてあって、主に、ブリトーとかタコスを使ってて、まあ、おおよそ日本人の私には、なんで人気か理解しがたいですけども、アメリカ人みんな大好きです。はい。まあ、美味しいは美味しいですけどもね。で、あと今日ね、ちょっと、一つだけ、変わったのを挙げるとすると、Intuitive Surgical ですね。これも非常に良かったですね。EPS が3.92で予想86セント超え、ギャップが4.25で1.9ドル超えってことでね、売上が1.46ビリオンで200ミリオン超えということでね、相当すごいですね。71% YOY っていう感じで。で、この会社何やってるかっていうと、機械で手術をするってやつですね。こういった機械を作ってて、で、ここオペレーターがね、機械を見ながら手術をするってことで、まあ、人間がこうやってるってことは、後々 AI でね、手術できるってことなんですけど、確かアークのね、ARKW も確か入ってるんじゃないかな。イントゥイティブサージカル。まあ、AI 機械銘柄、AI 自動運転ロボット銘柄です、基本的には。で、これが非常に決算良かったですね。2.8兆。で、なんでこれが今こう決算良いのかっていうと、手術関連、医療関連っていうのは基本的にリカバリー銘柄なんですよね。去年まで、とか今年のあっち頭までね、ベッドが全部コロナで埋められてて、基本的に不要不急の手術っていうのはどんどん延期されてた。だけど、今年に入って手術が復活して、まあ、手術銘柄とか、薬銘柄とかね、まあ、もうそもそもバイオっていいですけども、今年要は手術関連で、ね、復活してるんですよね。インモードなんかもその中の一つですよね、流れ的。不要不急なものが伸びてくるっていう。新高値近くにいますね、インサージカル。非常に素晴らしいチャートと決算だと思います。はい。で、今週の決算後なんですけども、明日ね、またコカ・コーラとかね、その辺があるんでね、見ていこうかなと思います。はい。で、その他いろいろなんですけど、今日22分なんでね、刺さっていきますけども、このマーケットのコンサスは今のところ観測通りでね、ひょっとしたら8月9月に発表ないかもって感じですね。まあ、こんだけデルタ株が広がってね、景気後退観測が出てきちゃったりするとね、まあ、さすがに、もう、いきなり8月にテーパリングするみたいなね。ああ、ごめんなさい。7月には言わないと思います。まあ、早くても8月か9月。政策金利もまあ、こんな感じで。まあ今のところちょっと観測通りかちょっとこれよりビハインドするんじゃないかっていう感じだと思います。ただね、インフレ次第ですね。インフレが高すぎると政策金利がね、もっともっと早く引き上がるんで、そこはやっぱ最後ね、すごく気になるところですね。まあデルタ株でね、インフレ落ち着いてくれるといいですね。まあ所感、先週から始まる軟調相場は基本的に調整と私は考えてます。で、今日はね、ちょっと反発がしっかりした反発かっていうのはね、確証した情報がないです。まあ基本的にビックスが下がった、S&P がちゃんと50日線で、反発したっていうのはいいサインなんですけども、まだまだね、1日目、デッドキャットバウンスの可能性もあるし、あとは、MACD もね、まだまだ下を突き抜けたまんまっていうのが多いので、明日まで見ないと正確なね、これがちゃんと反発かどうかっていうのはわかんないですけども、まあ、ただね、私のその長期的な予想っていうか、中長期、短期的な予想では、しばらくこの水準でよくよくするんじゃないかなと思います。ダウもナスダックももう織り込みすぎちゃって、決算が良くても上がりにくい状態にはなってるので、まあ、あと決算を見てね、予想を超えていればちょっと微増するとかね、予想通りだったらちょっと微減するとか、まあ、決算次第ちょっと調整、増減するんじゃないかなと。昨日、先週から今日までの調整っていうのはあくまでもその最終的に決算に合わせちょっとこのナスダックとダウの数字を動かしたりしすぎないで、今がマーケットの答えだと思うので、まあ、あとは決算見てね、微増減する感じかなと思います、短期的には。まあ、両陣営の決算は基本的に予想を超える良好なので、まあ、
今、ダウちょっと下がってますけども、最終的にはちょっとね、高値より上、少し超えてくるんじゃないかなとは思ってますけどもね。まあ、そんなの上がりにくい構造だと思ってます。まあ、デルタ次第っていうのもあります。まあ、3指数は全体的にちょっとスローになるっていうふうに思ってるんで、まあ、徐々にね、グロースのターンになるんじゃないかって私は見ています。はい。仕込みに関してはちょっと昨日動画できなくて申し訳なかったんですけども、まあ、昨日だったりと、おとといだったりとか、昨日の寄りとか引きがね、仕込み場だった可能性があるなと思ってて、私もちょっと実はね、昨日、おとといの引けとね、昨日の寄りでちょっと入れました。逆差し値浅めでね、結構仕込みました。ただ私まだ落ちる可能性があると思ってるので、逆差し値は結構浅めに仕込んでます。という感じです。FRB がね、政策早めるのはありえないでね、あとはインフレでね、長期金利次第っていう感じになると思います。ちょっと長いですね。そろそろ終わります。グロスについてはね、週末動画出してますんでね、こちら見ていただければと思うんでね。まあ、50日目の反発ピックス下がるあたり確認できたんでね、あと MACD がクロスしてくればね、まあ、グロスまたいい、決算を見てね、いいラリーに入っていくかなと思いますけども、まあ、本命は9月10月じゃないや。10月11月じゃないかなと思ってます。昨日のね、こちら、週末のこちら動画やってますんでね、見ていただければと思います。ちょっと見ていきますね、最後。50日平均線でちょっと反発してる。MACD がもう下を突き抜けて、もうこれで何日ぐらいだ？まあ、10日ぐらい経ったっていうことでね、ようやくこの開きっていうのがちょっと縮まりはしましたということでね、あと明日とか上がってくればこの MACD 正確にね、タッチしてくるんで、そうなってくればね、グロースもうこれでトレンドを転換したかなって言えるかもしれないですね。なんで他の指数に比べればグロースは少し安心して見てられるのかなと思います。2日連続で上がってますしね。なんでね、あとは決算見て、ちゃんと、仕込んでいければね、全然、展開次第では10月、11月にここ超えてくるし、11月、12月ぐらいではね、高値っていうところも全然超えてくるんじゃないかなというふうに思ってみてます。ってわけでね、今日はこんくらいにしようかなと思います。はい、ここちょっと飛ばします。引き続きサポートいただけたら嬉しいです。ってわけでね、今日は7月21日、調整終了、米国株大幅反発、このまま上がるかってね、内容をお届けしました。次回からちょっとあれですね、決算だけ分割してもいいかもしれないですね。ちょっと決算だけ分割して、朝ニュース、夕方決算みたいな感じでね、できればというふうに思ってます。ではね、また引き続きよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。